稲尾でも杉浦でもな、完投した翌日に投げとる、お前もそのつもりでおれって言われてさ、その当時のやっぱ川上さんでも水原さんでも鶴岡さんでも、はい、みんな戦争を体験して弾かいくぐって帰ってきた人じゃないですか、はいはい、では1年目の本堂さんの1年目を振り返ってまいりましょう、うん、1961年のことなんですが、チームの試合数130の半分以上にあたる69試合に登板されていますそのうち先発登板は44試合、はい、35勝19敗、はい、投球回数 429.1 回、ね、鉄人だ鉄人、奪三振310回、防御率 1.70 を記録しています。そんなじゃなくて1点台って、はい、沢村賞新人王を受賞されております。これ400回って田舎者がね、こんなとこから出ていったんだから、よし一旗あげてやるぞぐらいのつもりで出てきてるわけじゃないですか。で、契約金はびっくりしたけど、前に入った年のノンプロの人とかが17勝とか、堀本さんが前の年に入って29勝したんですよ、はいはい、そんな時代なんですね、まあ、俺ノンプロで堀本さんと投げ合ってるから、まああんまり変わらんから、まあ、堀本さんが29勝するんだったら俺だって半分ぐらいは勝てるだろうと思って入った。14勝ぐらいはもういけるだろう、ね、え、その当時に入ったら長嶋さんと王さんの時代ですよね。そうワンちゃんはまだまだ可愛い時代だった。カーブ投げるとくるっと回って尻もついてで次の年に2年目に一本足になってからボコンボコン打たれた。権藤さんも打たれたんですか。誰が打たれた、もう打たれた。長嶋さんはどうだ。長嶋さんにはね、ホームランはちょっと1本か2本しか打たれてないけど、まあ4割5分ぐらい打たれてない。だから35勝してても、あの2人だけはやっぱりちょっと別格なんですか。長嶋さんだけ1年目は別格。長嶋さんだけは1年目ですよね。雨、1年目のあの梅雨時から。梅雨時ですよね、完全にね。そんなに雨降んないね。5月ぐらいまではね、5月6月ぐらいまではね、中4日ぐらいでローテーションで投げてたんですよ、はいはい、で12勝かなんかして、で金沢で国鉄を完封して12勝あげたんです、はい、そのうち6つは完封してますけどね。ね、だからね、とんでもないのよで、その頃まではね、まあローテーション通り投げてたんですよ。そしたら次の日富山に行ったら同点に追いついたら投げたんですよ。で負けたんですよ。監督室に呼ばれてまた怒られるなと思ったら、稲尾でも杉浦でもな、完投した翌日に投げとる、お前もそのつもりで俺って言われてさ、まあすごいっていうよりも雲の上の人じゃないですか、稲尾さんとか杉浦さんとか、はあ、あの人たちと同じようにと思って、そっからですよ、ガンガン投げるのは。まあだからその当時の活躍ですごい選手たちをもう例えに出されちゃったら、もう新人で入った断れないし、いや断れない。監督はね、その当時のやっぱ川上さんでも水原さんでも鶴岡さんでも、はい、みんな戦争を体験して弾かいくぐって帰ってきた人じゃないですか、はいはい、だからね、肘がちょっと今日は肘がっつって言うと、監督が何、肘が痛い、たるんどる、命まで取られやせん一言。もう究極のワードですね、うん、例えば栄養管理だとかそういうのも全然その当時の野球選手ってあんま考えなかったですか。ないですよ。それむちゃくちゃ投げる時にね、第一試合投げて完投して勝って、第二試合7回からリリーフに行って勝ったんですよ。1日2試合2勝した、はいはい、第一試合終わったら冷やすな、シャワーで温めとけって言われたら、今冷やすじゃないですか。逆ですもんね。そうですね、うん、冷やしますよね、うん、冷やすの温めとけってさ、シャワーでじーっと温めて2、3時間温めて待って、はい、でまた同点に追いついてから出て行って1点取って1日 2勝っていうのは、巨人と優勝争ってたから、はい、それが25勝26勝かなんかの、それ1年目の話。1年目
半端じゃないですね。いやだからたるんどるって言われるだけだから、ね、だからチャンスあったら全部行くわけですよ、はい、で128試合目でジャイアンツの優勝が決まったから、はい、これが決まってなかったらもう1試合投げてるんですよ。すごい、まあ、でも400イニングってとんでもないのよ。ちなみにあの牧原さんのシーズンのベストは1988年の208.2回なんですよ。霞むだけなんだから。いやいや、それはね、当時のレベルとしてはそれは普通なんですよ。今でもね、やっぱりアメリカなんかがもうそういうやっぱり野球は向こうからしたスポーツですけど、やっぱり向こうがそういうちゃんと選手のことを管理しながらやってるから、だから今もうアメリカは100球だもんね。まあ僕らの時代でも例えようがないから、今の選手たちからしたら神です。いや、ゴッドです。だから上には上がいてね、ゴッド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 。いや当時はさ、上には上がいてね、はい、俺35勝した時、伊能さん42勝しちゃったんですよ。ですよね、あの時で杉浦さんその前の年に38勝4敗で、うん、日本シリーズ全部勝って4連勝したピッチャー、そういう人がいるから、まあ俺なんかただ投げただけでね優勝もできんと。いや本当に今本当この球団の査定の人に呼んでもらって、その当時この投げたらどれぐらいの金額になるかって、1年目でなかったら、1年目って意外に低いですよね。で今度さ、これ経験するじゃないですか、給料めちゃくちゃ上がったんですか。もうやっぱ3倍ぐらいになりましたね。3倍360万になったってことですね。そうですね。でその次の年に、また30勝したんで、はい、で1200万ぐらいになったんですよ。もうその倍ですね、今度ね、はい、あそこからはもう肩痛めちゃったから、はい、もう全然もうしかめっ面して投げなきゃいかんぐらい。もうね、まあだけどそのうち治るだろうと思って投げて直さんしかないから、はい、もうしかめっ面して投げてたけど、うん、そういう時代ですね、うん、ちなみにですね、投球回数 429.1回は、はい、あの2リーグ制以降の歴代最高記録でございます。じゃあ稲尾さんも杉浦さんも達成はしてないんだ。いやいや、その代わり水とかコーヒーも負けが少ないもんね。で杉浦さんは優勝してるし、稲尾さんも42勝した時には優勝できなかったんです。そうか、西鉄その当時ダメなんですか。やっぱり僕が入るって投げたり、稲尾さん投げたり、杉浦さん投げたりする時には、まあセントラル金田さんがいたりして、まあ、ピッチャー天下の時代ですよ、うん、だから1番と3番と4番と5番ぐらいで、あとはまあ、うん、先頭バッターとしては気使うけど、気つけて投げるけど、ワンアウト取ったらスーッと投げるわけですよ、うん、でヒット打たれてまたスーッと投げて、セカンド行ったらよし、こっからはいかんと思って、そっから来や、それぐらいやっぱりピッチャーが天下でバッターが弱い時代だったんですよ。やっぱりこう、うん、マシンもないし、うん、まあ、練習しようがなかったけど、あったけど今みたいなオートマティックのマシンはないし、手で入れてグイ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 回してるマシンだから、そこからやっぱりバッターウェイトトレーニングとか、それから道具が良くなって、バットが良くなって、ボールが飛ぶようになって、そこからもうピッチャーこれぐらい見下ろしで見てたのが、だん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 今やもうバッターに見下ろされてしまうようになってしまったんです。権藤さんどうですか。もう権藤さん、僕イメージ的にはもう自分がそういうふうにやったから、結構またそっちの方をやるのかなと思ったら、違うコーチングと、ね、まあ、監督としての傭兵でした、はい、僕はそういう思いイメージがあるんですけど、はい、やっぱり自分がね、投げて潰れたからっていうんじゃなくて、やっぱり入って2年間やっぱりガンガン投げるわけじゃないですか、うん、で肩が動かなくなるわけじゃない、はい、で今度ストライク入らなくて、球威もない、ストライクも入らないは、もうすごい惨めな思いをしたんですよ、はい、だからコーチになった時にやっぱり選手の気持ちは分かる、これだけは
分かるコーチにならなきゃいかんと思ったんですね。もう今は通用しない、うん、もう それじゃ通用しない、はい、それより適材適所に個性を生かしたのを使った方が勝てるっていうのと、それからやっぱりピッチャーがやっぱり投げないと始まらないし、うん、ピッチャーでないと勝てないと思ってますから、そこだけはピッチャーを尊重して。だからコーチ時代も、まあ、横浜の監督時代もそれを尊重してチーム作りとか、ね、まあ、進言していったってことですよね。プロ時代の権藤さんにいくつか質問をご用意させていただいたんですが、うん、はい、当時どのくらいの球速を投げていらっしゃったんですか？あ、それはね、あの入った年にベル&ハーウェルで測ったあれで、149、うん、出てる。だからその当時の149っていうのは、はい、多分今で測ったらもうちょっといってるかな。いや、それとね、それも4月の終わりぐらいですから、それもまだ雨5分度でみたいに投げない時だから、うん、145キロから150キロ近くは出てたんですよ。だけど毎日投げるようになったらね、140キロちょっとしか出てないですよ。それ毎日投げたら出ないですよ、スピードなんか。まあ逆に必要ない時もありますよね。いや、必要ない、出ないですもん。じゃあその当時権藤さんが見てめっちゃくちゃこいつ速かったよっていうのは誰なんですか？やっぱり金さんも、もうあんまり速くなかったですけどね、はい、もう俺入った時は金さんも28区ですから、ただやっぱ角度はありましたけどね。カーブと、もうまっすぐで、うん、それは速いっていうのはやっぱパスイックのピッチャーの方が速かったかな、やっぱりね。その当時尾崎さんとかですかね。あ、まあ尾崎は別格だけど、リーグが違うから、はい、シーズン中に会うことないじゃないですか。テレビも見れないし、うん、プロ野球ニュースもないですもんね。その当時そんなね、あのテレビの放送もないけど、やっぱ尾崎ですね。尾崎は別格じゃないですか。結構やっぱ尾崎さんを推す人多いですよね、はい、尾崎さん僕現役辞められた後何回も会ったことあるんですけど、もう体もちっちゃいですよね。1メートル70歩かないから。そうですよ。で、体だっけものすごいですよね。もうピッチャーの体じゃないみたいな。胸板めちゃくちゃ熱くて、そんなにたくさん投げて体のケアとかも大変だったんじゃないですか？体のケア、いや、ケアっていうのは、やっぱ間違ったなと思ったのは、シーズンオフにやっぱりキャッチボールとか肩を動かさなかったのが失敗したね。その代わり走ることもすごい走ってそうやったけど、やっぱり球は投げ続けないとこの周りが悪くなるんですよ、うん、びっくりします。僕も新人を取ったやっぱりオフにそれを怠って痛い目に遭いまして、やっぱりキャッチボールだとかそういうのをちゃんとやっときゃよかったっていうことで、やっぱね、休ませろ休ませろって言われたんですよ。そうなんですよ。肩は使うな、じゃあ投げるなっていう、ね、消耗品だと、あ、走ってもいいけど肩は使うなって言われて、うん、そうそうそう、これやっぱ間違いだったですね。あれ間違った、僕もそうだ、同じだ。さて2年目は61試合に登板されまして、先発登板39、30勝17敗、投球回数 362.1 回、奪三振212、防御率 2.33 の成績を残し、2年連続最多勝に輝きました。3年目以降なんですが、過度の登板により肩や肘を故障されまして、3年目はそれでも10勝、4年目は6勝に終わります。5年目の開幕前に内野手に転向し、3年間でおよそ260試合に出場されました。1968年8年目のシーズンで再び投手へ転向されまして、肩の痛みが再発し、翌年引退されました。だから二刀流の先駆けなんですね。いや、二刀流したって本当に証明なんですね、本当さん。二刀流したってね、ただそこそこバントはできるし、うん、でまあ2割ぐらい打てるし、もう打ってる姿もあの拝見させてもらいましたけど、あの野手が打ってるのかなって感じでしたよ。まあ、体細かったんですけど、やっぱりあセンスあるなっていう感じでしたんで、その引退を決意した時の思いっていうのは、いや、もう、ね、どういったもので、もうとにかく肩は動かないわ、でも無理して投げるわけじゃない、はい、そうね、投げ終わった後動かないもんだから、ランニングするのにもう右手を
それぐらいでもう次の日はもっと動かないわけですよ。それでももうしかめっちゃうずくんですよね。投げて、でもうこれはこれだけ肩が動かなかったらもうダメだっつって、でも結局やめたんですよ。でまあやめたっていうかやめざるを得なくなった。やりきったというよりもやっぱりこう後悔とか、いやもうやりきったのはやったのは2年間だけで、そっから先はねもうずっと苦しむ。で野手やってるとそれはやっぱりね、腹から出直して行ってやってやるぞと思ってプロに入ってきてピッチャーやって成功してるじゃないですか、うん、成功した後バッティングができるからバッティングもやれって言ったってね、そっからやっぱり 2,3 年ファームでそれこそまた振って振ってっていうなら、はい、まあひょっとしたらできたかもわかんないけど、いきなりやっぱり一軍に残って内野やって出てるとね、やっぱりそれはそこそこのレベルしか上がらないですよ。ああ、まあ、基礎からもうやり直してたらもしかしたら分かんないけどってことですよね。いや年齢も年齢だしね。その当時で28ぐらい9とかになってるんですか。22で入ってるから9年経ってるからもう30超えてますから、ね、ああそうか、ああじゃあなおさらですね、うん